はい、阪神11レースニガーステークスカウドということで、僕の尊敬している、競馬の YouTuber の人いるんですけど、一人、その名もデケターの先生という方なんですけど、その人がねニガーステークス、買ってたんで、負けずに対抗してちょっと勝手な対抗してるだけなんですけど、僕も当てたいなと思って、予想簡単にしようかなと思ってます。でデケターの先生はね、コスモカナディアンが、一番いいと言ってたんですけど、僕はとりあえずアングライフェンを行こうかなと思ってます。まあ言うてももともとねこう芝も走ってた馬なんですけど、やっぱダートになってからの方がこの馬僕は追うてるんではないかなと思って、アングライフェンとでナムラ嵐ですね。福永騎手が乗った時はもうめちゃくちゃ強いと。で前回もねアルデバラン2着なんですけど、この時ね金量58キロか背負ってて、で今回57なんで、まあ十分狙える、まあ人気は一応ねしてるんですけどね、まあナムラ嵐行こうかなと思ってます。でもう一頭がこの馬ですよ、ペルペリオン。前回ね2番人気ながらちょっと馬が追ってなかったんかも分かんないんですけど、まあ阪神の実績もあるし、なおかつこの馬も強い馬だと思うんで、逆に人気を落としてる方がねありかなと思って、僕はペルペリオン松若騎手にかけようかなと思ってます。ですんで、競馬 V の、ニガーステークスはアングライフェンと4番のナムラ嵐と、10番のテルペリオンを、3頭ボックスを買おうかなと思ってます。一発、穴があるなら僕はシャイニービームかなと思ってますけど、買いません。まああるとしたらお前はシャイニービームかなと思ってますけどね、穴やったら。ですんで、まあデケタの先生と、勝手な、勝負というかあれになるんですけど、僕も当てるように頑張るんで、みんな応援よろしくな。じゃあね、ブイブイ。チャンネル登録、グッドボタン、コメント投稿よろしくお願いします。競馬 V!